あれあれ、お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか。中華街と言いたいところですが、みんなでご飯食べに行きます。はい、あの有名な、いっぱい食べるということで有名な、はい、もう僕こっち来て 2.5 キロぐらい増えました。本当に、もともとやってるくらい。僕もでもそのぐらい増えました。本当にすごいですね。じゃあちょっと楽しみに行きましょう。行きましょう。増えました。こっち来てどれくらい太りました。え、体重どれくらい増えました。86からなんで 2キロ、2.5 ぐらいです。みんな 2.5 ですね、平等に。どうですか長崎は。思ったより寒くなくて、うん、練習もほとんど雨降らずにできてるんで。そうなんだ。順調にできてると思います。ブラブラする時間はあまりなく。あ、全くないですね。休みの日にでもあの市場、あの結構ここから車30分ぐらいのとこに、うん、日越さんと一緒に海鮮丼食べてました。いいですね。あとパンケーキ。パンケーキ、海鮮丼の後のパンケーキ。海鮮丼の後のパンケーキ。さっき僕も海の方行きましたけど、なかなか綺麗でしたよ。かっこいい写真載っけてました。あ、はい、ちょっとそれは YouTube で紹介させてもらいます。これです。ちゃんぽんは、ちゃんぽんはまだ食べてる。あ、ちゃんぽん昨日皿うどん食べました。あ、皿うどんね。本当に毎食何も被ってないので。あ、そうなんや、はい、ちなみに今日は何ですか。今日わかんないです。行ってみてのお楽しみです。楽しみです、はい。どうも。からいっぱい出てきます。すみなさん、ちょっと元回しで印象をちょっとお願いします、はい、第一印象と現在の印象をお願いします。怖い感じの人かなと思った。はい、優しい。怖い系。そんなタイプじゃないけどね、マリンズはね。そうそう。逆に元前選手から隅田選手あんまり喋らない感じの、こう真面目な感じかなと思ったんですけど、結構ふざけてくれる。意外。いいキャラしてます。あ、本当ですか。ロッテで、はい、元前、もっちゃんどんなキャラなんですか。もっちゃんのキャラ、そんなにでもやんちゃ系じゃないよな。そうっすね、どっちかとおとなし系だよね。違う、わかんないです。感じ一緒ですけど。顔が物語ってる。そんな怖い顔してるかな。でもちょっと遊んでほしいなって思うとこもあるよ。今年はそういうキャラでいきますか。そういうキャラでいきます。面白いキャラで。隅田さんと元前さんの面白いキャラ対決で今年は、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。サラダが来たよ。ありがとうございます。ちょっと元前選手、今年の抱負をお願いします。今年の抱負ですか。皆さん聞いてください。去年、はい、1試合だったので、はい、1レコーバー、はい、すげえ画質めっちゃ綺麗。ありがとうございます。入ってくるな。邪魔すなお前。いやいやいや、画質で勝負してるんで。ありがとうございます。しっかりローテーションに入って開幕から、最後までいられるように頑張ります。お願いします。もう投げてるんですか。ブルペンで。あ、もうまだですね。明日入ります。明日、じゃあ明日よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ皆さん、ぜひ見てください。松尾さんも、富田さんもお願いします。これすげえ。ぶれないやつ。あ、そうですね。すごいっすね。ありがとうコメントありがとうございます。先生。じゃあ、すみません、改めて、今年の目標お願いします。今年の目標ですか。やりきります。ですって。じゃあ次は富士山お願いします。対ロッテ頑張ります。お手柔らかにお願いします。松本さんはもっと体でかくして、もっと体でかくして、
もっとゴリラになれるように頑張りましょう。ありがとうございます。食事中の富田さん申し訳ないですけど、はい、セリーグですけど、はい、あ、そうですね、唯一のセリーグですね、このテーブルで。そうですね、だからあんま交流ない機会で嬉しいんですけど、去年は、はい、まあ、中継ぎ先発経験できて、はい、まあ、いい経験できたんですけど、先発で勝ちつけれなかったんで、私は先発でまず勝利して活躍したいです。ぜひマリン来てください。行きます。今年交流戦マリンです。うん、お願いします。お願いします。お願いします。あっさりしてんな。やってみます。しかし、マリン好きですか？マリンめっちゃ好きです。ですよね、はい、そんな感じがするんですよね。タカロの目標は今季ですか？はい、50セーブ50セーブ53すごっ。何50試合と思うんです。あ、ウエイトがすごく褒められたんだよね。ウエイトの高野富士山に一周かかれてます。おじさん、今年の目標お願いします。今年の目標、はい、お、投げるか分かんないですけど、開幕戦で怒られないようにします。何人か LINE 来ておめでとうって来て、何のことも全然知らなくて記事見ました。分かんないですけど、吉井さんが嬉しいです。じゃあちょっとしたらお願いします。盛り上げてこの YouTube をいいですか？はい、お願いします。お二人はどういう感じ？分かるわそんなことぐらい。あ、まあ、いいよ。実は知らない話があるかもしれない。実は俺は知らない話があるかもしれないから、いいよ、まあ、はい、じゃあお願いします。じゃあお願いします。大先輩です。そうそうね、何個28年として43年15個違い。どうですか、小島の印象っていうか、最初会った時どんな感じに見えました？一番最初は大学で僕が練習してる時に練習してるの見てたんで、はい、いや本当普通のスタイルですかね。あ、これがそうですね、ドラフトのかかる選手だみたいな、まあ、そういう感じです。僕らは、うわ、来たみんなざわざわざわ練習はするけど横目でずっと見て、まあ、話したりとかね、やっぱりそのあれがあるんでできないので、はい、そうそうね、離れたりやって、まあ、透明で見てて、まあ、おじいまんはあれか彼かみたいな。でその時も早川も下で2個下でいたので、あ、そうそう、俺があの、ね、あの木更津総合の早川かみたいな、そんな感覚ですね。そんな小島選手とクライマックスファーストステージでは投げ合う機会もあって、いつも小島投手は和田さんと投げるとき特別意識すると言ってましたけど、はい、和田さんからはどんな感じで？意識しますよ。あ、やっぱそうですか。はい、やっぱり大学の後輩ですし、CS 投げ合う前のマリンで、マリンというかゾゾが投げないときに、はい、そうですね、まあ、彼が途中で崩れて井上のホームランを打たれたぐらいから崩れて、あったっすね、はい、あれがあったので、まあ、でも今回はそんなことないだろうなって。で僕自身がその時の試合よく調子良くなかったので、あ、だからこれはやばい。僕の中ではちょっと小島の感じ見たら、ね、あのいいボール来てたので、これは1点2点取れたらやばいなっていう気持ちになってますね。はい、おじは同じです。メインに落ちたんでメイン行けるように1点勝負だなっていう気持ちでは覚悟して、そうです、MC ちょっとスケール好きだし、うんうんうんです、スケール好きだし聞き入っちゃいます。聞き入っちゃった。じゃあ高野選手がちょっと和田選手なんか質問お願いします。質問ですか？質問か何でもいいけど。若さの秘訣は？続けられる。若さの秘訣、若くないんだけど、40代には見えないし、見えないし、40代の動きではない。総合的に、いや、大丈夫だよ。
でも10年ぐらいになったんで、まだわかんないですけど。13年後、12年後、14年後、14年後ですね。大丈夫ですよ。12年後に一番普通にインテリを打ったりとか選球やってるっていうのが自分ではないですか。コンディションはすげえなとか別に思わないですか。なるほど、あんまり考えたことない。松坂世代最後何私急に MC みたいな小ネタ出したね、小ネタ出したね小ネタを出してきましたね。プチ情報出してでも高野は島根だよね。島根です。っていうことは京都の大先輩ってことだよね。そうです、あの和田杯っていう、うん、少年野球の大会があって出てるんだ。自分出てて、で出雲ドームっていう地元にドームあるんです、うん、そこで和田さんがこう壇上におられて自分が小学生で、グッズを抽選でもらうとか。当たったの？はい。あ、そういう。取ってんの？はい、当たってます。あ、じゃあまあ抽選会やってる時なんか。あ、そうです、ね、今もう今はもうやってないんですけど、だからほとんど今はもうベスト4までしか。あ、そうなんだ。集まれないから。じゃあ、はい、そういう人と一緒、今一緒に実践してるのすごいあれだね、夢のようだ。第何回ですか？何回かちょっとわかんないんですけど、あのバーって結構人数いて、みんなで記念撮影とかの写真も家にあって。それ何当たったの？野球、あのサインボールです。わさすごいですね。そういう当時の小学生がこうやって今や自主トレで一緒っていう。すごいね。本当にいっぱいなられていっぱいなられてもうちょっと立派になりたいけどね。そうですね。頑張ろう、はい、今年は、はい、今年いい年にしますよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。グルメレポートでございます。いいですか。はい、どうぞ。はい、食レポ。食レポ期待します。甘くて美味しい。あ、甘いの？ちゃんぽんって甘いの？甘い？量あんま受けなかったし。あ、ギャグだったの？はい、あ、ごめんね。すみません、ガチで取られた。ガチで取られちゃってごめん。大丈夫かなって一瞬思ってた。全然受けなかった。ちょっと分かんなくはないかな。でも甘い。甘い。あ、そうなんだ。よかったじゃん。甘いね。でもギャグだったでしょ？ギャグでした。でも栄養満点で体にいい食事取れてるって感じです。充実した毎日で。以上です。ありがとうございます。ちょっとお立ち台大丈夫かな。ヒーローインタビュー君ちょっと心配になってきたもん。君のヒーローインタビューがプロ初ヒーローインタビューが絶対やばいです。やばいよね。ちょっと心配だわ。期待色はちょっとキャンプ。まあ全然出てないよね、キャラは。おじさんがチャスって言ってるだけです。そうなの。僕はチャスって言わないようにします。チャスってどういう意味なの？チェスト投げっていう種類があるらしくて、この説明も5回目くらいなんですけど。はい、チャスってことでファンの皆さん覚えてください。チャス。いやね、覚えてください。チャスって言ったら。チェスなんだよ。ファンの皆さんはなんて呼ばれる。チェスで通ってない。いや、通ってない、通ってない。じゃあこれを機にちょっと。チェスで行こうよ、チェスで。いいですかね。チェスタを作る。チェスタを作るの？あ、楽しみですね。もうちょい投げてからね。あ、そうですね。はい。チェスタあるのかチャスタあるのかわかんない。チェスだよね。やったら多分。一応じゃあ。オジーが作る。オジーは。伸ばし棒のなんでチェスだっけ？チェスト投げっていう澤田さんがから教えていただいたんですけど、あるらしくて、マネージャーで投げるっていう。チェスト投げだったよ。チェスト投げのチェストでチェスって言われてます。でも何回目？俺は6回目です。美味しいソース食ってますよね。おかわりですもんね。甘い。甘い。甘い。チェス正解じゃん。チェス正解ですよね。
さすがチェス。どうしましょうこれで。はい、ありがとうございます。あだ名前つけていただいて。じゃあ終わり、大丈夫ですか。はい、じゃあお疲れ様でした。チェス、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 お疲れ様でした。皆さん、リーさん、お疲れ様でした。チェス、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 ちゃんぽん2杯食べた小島選手でした。ちゃんちゃん。